あ、すごい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 。ちょっと水曜多かった、多いですかね、今時期。あ、こんなところにも願掛け実況があります。まず最初にじゃあちょっと願掛けていきましょうね。はいはいはい。うちのチャンネル職場人を祈って、やっときましょう。さあ、願掛けもできましたし、やばい。そういうふうにね、もう願いを聞きますよって言ってくれてるところはね、俗にまみれた願い事も言いやすいですよね。思いっきり声に出して言ってましたけど、問題は結構滝の音がすごかったね。聞こえてるかどうかは分かりませんね。へー、あ、こんにちは。あ、でこれが観音様なんか。あ、お堂もある、すごい。へー、これが、あ、観音様も立ってるからこちらですね。あ、でこんなところにこんなんあるんだ。ユーチューバー西園寺による水間寺紹介動画。こんなのあるの？これ何？限定公開になってるってことかな？試しにちょっと見てみましょうか。で、これで撮ったると、あ、読めた読めた。あ、YouTube が開いて、こう。あ、ね、画面には映ってませんけど、あ、3階視聴ってなってるから、これ、そういうことだ。すごい。西園寺さんの動画、まだ3再生しか入ってないってことは、限定公開のやつですね。ですから、ここに来ないと見れないよっていう仕組みになってるんですね。なるほど、なるほど。あ、これは先に来といてよかったな。なんと、うちのチャンネルが、初いいねと、初コメントゲットしちゃいましたよ。わー。先に来た甲斐ありましたわ。後から見た人たちがね、お、なるほど、こういうのはでも他のところにもあるんでしょうね。これ沿線だいぶ巡らないといけませんね。なるほど、いろんな案内が出てますね。経由、展望、遊歩、あ、遊歩道とかもあるんだ。まだ時間余裕もありますし、どっかですね、展望所っていうのがあるんですね。なるほど、なるほど。よし、早速行ってみましょう。はいはいはい、先にまずお参り済ませてみましょうね。なるほど、なるほど。そっちか。おぉ、暑くなってきた。このお堂も立派ですよね。すごいな。うわぁ、三重の塔か。ね、三重の塔ってなってますね。やっぱ三重県民たるもの、三重の塔と聞いたらね、見ないわけにはいきません。ね。立派ですね。三重の塔じゃない、三重の塔ね。いいですね。へぇー。という記憶によれば、高賢天皇っていつの時代？シャリと、断捨離とかで使うシャリですね。断捨離仏でしたっけ。天守の境内に消失したので、万事年間に改めて三祖の塔を建てる。万事年間がいつだ。現塔は天保5年、1834年にさらに建て替えた。ずっともそこから200年近く経ってるわけですからね。すごいな。あー、歴史ありますね。これはね、キュウリカジキと。キュウリ？あ、本当にキュウリなんや。何、カッパさんとかっていうわけでもなく、キュウリに疫病を封じ込めるらしいです。キュウリすげえ。まあでも、見えの遠かったらやっぱ、再生入れとかないといけませんよね。投げとかないといけません。はいはいはい。順調に来てますから、これですね、新西国第四霊場なんですね。いやー、ってなってきたけど、あ、これ階段はあれか。バリアフリーにしてあるんだ。すごい。へぇー。ちょっとね、急ですけど、まあでも、こういう心遣いはありがたいですよね。じゃあ早速お参りさせてもらいましょう。いいですね。よし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 。おみくじもある。へぇー。お参りさせてもらいましょう。さあ、ということでね、お寺の方から何をやってるんやって思われてるかもしれませんけど、今ね、喋ってね、解説しとったのが、なんと全部取れてませんでしたので、簡単にもう一回取り直しておきます。まんまり買ってきましたよ。厄除けですからね、厄除けのね、やつ、そう。今ね、
西園寺さんの、ね、動画を見たときなるほどこの動画の大体言われがパッと分かりましたんでね、なるほどなるほど。で、それでそのなんか言われになってその滝っていうのがここの先にあるらしいんで、そっちに向かいながら、ちょっと、もう行きながらね説明していこうと思います。こんな感じでね、今回はくじもね33番っていいですね、3が重なる三重ですからね、三重県民にとっては非常にいい数字ということで吉でしたね。いや普通にねおみくじもね吉ですけどね、めっちゃいいこと書いてありますよ。思わぬ人より、助けを得て、都合よしってことなんで、これ西園寺さんとどっかでばったりやってあれですかねとか、まあいうのがあったりするのか、もしくはね他の YouTuber さんとなんか、ねコラボとかできたりするのか、都合良いこと起こらないからね、確かに信じ、恨まれて直よしとかね、病もいいらしいですし、越辞もいいってなってますし、商売もいいし、うせ者も、低いところを見てたら、出るよっていうことなんで、もう下を向いて歩いていきましょう。で争い事も勝つし、待ち人も来るし、めちゃくちゃいいんですよ。で、心だけ悪くするなよということで、あと、道具は書物と衣類がいいらしいんで、この辺りを踏まえてね、書物と衣類なんだ。あ、鳥居があるんだ。面白いな。へぇ。で、これは、源流。へぇ。これだ展望所って、そう動画で映ってたわ、さっき見た。ここだ。こっちから行き、涼しい。なんだこれ、めっちゃ急に涼しくなった。で、これが降臨滝らしいです。山田が降臨しますよ。なんだ、どこなの。昭前館の滝、これなんだ。あ、すごい。お、涼しい。え、何これ。あのね、軽く涼しいを通り越して肌寒さすら感じるぐらいに涼しいですよ。お、すごい。あ、滝も綺麗ですね。いいところですね。あ、これはもう状態を収めさせていただかないといけません。すごいわ。あ、涼しい。さあ、無事ちょっと拝見させてもらって、ちょっとこれ、あ、休めるよ。こんなやつもあるし、ちょっと休みながら説明をしておきましょう。めっちゃ涼しい、ここ。すごいわ。あ、あっちがでお堂だったな。ちょっと状態も収めさせてもらいます。はい。で、これが氷の滝っていうらしいです。ちょっと滝の音がすごいんで、アフレコにしてるかもしれませんけどね、奈良時代中頃に行儀菩薩が聖武天皇ね、職礼で仏様を求めて、水間の地に、来た時、16人の童子が現れて、あ、これが16童子なんだ、行儀菩薩をこの谷間に、導かれました。16人の童子が、童子ってのは、まあ、子供みたいな意味で、ね、わらしべみたいな感じで使われますけど、はい、こっちに来てって言って、ついてたら、ひらがの仙人が現れて、一体の仏様を行儀菩薩に手渡し、己は竜となって昇天したという言われがあります。すごいですね。仏様は一寸八分の、昭前観音菩薩。一寸八分って言ったら、こんな大きくないですよね。一寸が一寸帽子って手のひらに乗るぐらいなんで、手のひらちょっと大きいぐらいのサイズですね。の一寸八分、いいですね。天皇に捧げたところ、病は全快され、天皇より現地にお祭りするようにとの職令により、水間寺が建立されましたということですね。現在まで当水間寺のご本尊として、祀られ、厄除け観音として信仰されています。この地で一番のパワースポットです。このパワースポット、多分この後混みますからね、もう優雅に、ベンチに座りながら、いやー、マイナスイオン溢れてますよ、ちょっと。いやー、いいですね。いや、素敵なところを見つけました。で、柵は乗り越えないでください。危ないですからね、どう考えてもね。それはちゃんと守りましょうね。よーし。まあ、ちょうど9時なんで、ぼちぼち戻ってってもちょっといいぐらいなのかな。
ぱりちょっとゆっくりしても大丈夫ですからね。ね、竜神が現れるっていうぐらいですからね。もう一回ですね、ここでボケーと待っておったら鉄道系 YouTuber の、神が降臨するかもしれませんからね。そこら辺からハッハッハッって現れたらびっくりですよね。まあそれはないでしょうけどね。あ、でもウスバカゲロウがいる。すごい。人が来ないのをいいことに、もうのんきに撮影もして、ああ、楽だ。ちょっとお茶を飲んで。で、あ、記念グッズとかね、10時から発売らしいですよって言ってね。で、その場所は、今ここですね。観音駅のあたりにそのグッズ販売、多分あの人が集まったところでやるんでしょうね。へぇー、観音駅があって、あ、間ってなってますか。そうですね、物販ブース、そうですね、やっぱあの人が集まったところら辺で、ブースが出るみたいですね。でもうどん販売のブースもあそこってなっとったんで、あそこで良さそうです。あの黄色いあの建物出しとったところら辺、あそこら辺でワーッとやるんでしょうね。なるほど、なるほど。これでもあれですね、下手に人がおるところ行くよりも、涼しいし、日陰だし、滝のマイナスイオンは感じれるし、いいですね。誰か来るまでここで休んでよかな。まだ1時間ありますからね、9時半過ぎから歩き出してもいいぐらいですからね。多分これ、太陽寺さん、あ、今のうちに太陽寺さん動画全部撮ってきた。あ、こんにちは。いやー、これだいぶ回復しましたね。あ、すごいよ、マイナスイオンってすごいわ。あ、普段なら湿度が高くてうーって思うところかもしれませんけど、これはいい。でも本当にザ・水間って感じですよね。水と、まさに水の間にある観音様ってことですね。すごいですね。ここから現れたんですけど。そりゃ、キノコもなんか神々しく見えますよ。一本一本生えてますね。毒キノコっぽいけど。あ、こっちにも生えてる。すごいですね。立派に生えてますよ。いやー、これ体力回復したぞ。いや、これいいや。よかったよかった。さてと、なんやかんやと10分ぐらいゆっくりさせてもらいまして、もうすっかり体力も回復しましたけど、でね、その間にね、いろいろとその観光の言われとかいろいろとね、チェックもしましたけど、ね、どこもやっぱすごいですね。あ、そこにね、全部結構まとめてあるのがありますね。あれ、ここ筆塚とかもあるんだ。へぇ。あ、で、これが恋人の聖地、愛仙堂。へぇ。試しに行ってみますか。私はあまり。随仙堂とか、あ、他にも、あ、奥も結構いろいろあるんだ。すごいな。へぇ。すごいですね。あ、でも恋人の聖地近いです。ちょっと行ってみましょうか。愛仙橋とかもあるんですね。全部。あ、これで愛仙堂ですね。はいはいはい。いいですね。そう。で、あの観音様がどうのって言ってましたけど、あの実際の観音様はその祝い取ったやつは、さっきも言ってました、一寸八分ってことなんで、本当に、手のひらサイズのね、やつっていうことですよね。いうことですから、これとは別でね、なんか、タイミング合うと、お前、見せてもらったりとかね、そういうの、なんか、奉納されてるやつも、見ることができるらしいですよ。ちょっとまだ、日当たりもね、ちょっと朝早すぎたかな。また後で来てもいいかもしれませんね。で、ここが、愛禅堂、ああ、あるわ。さあ、一人で、ぼっちで来るにはあれですけどね。でも私の周りもね、結婚願望の高い人いっぱいいますからね。結ぶ、あと結べるようにね、
見かけましょう。あのですね、すごいですね、結構赤かった、かなり恋愛のあれになってますね。はい、つかみつま、さすがにおっさんこれやってもしゃあないし気がしますけどね。まだ出してもしゃあないでしょ、しゃあないでしょ、うん、とかお父さん映るやんしね、一人じゃ無理やね、うん、へえ、あるんですね。お線香、お線香とか曲げてるようになってんだ。へえ、いいご縁がありますね、山でね。ありますからね、ちょっと、ね、思い続きましょう。さあ、巻いてきましたけどね、もうこんなのもできとっても相当ですね。ユミ・カツダ、ラバーサンクチャリ、カツダユミさんのブライダルマザー、ブライダルマザーなんですね。きっと結婚、コンサルタントみたいなすごい方なんでしょうね。まあ、私の場合は出会いからですからね、結ぶ前にまずちょっとその結ぶ相手のところからねっていうところですけど、まあ、こんな伝説もあるらしいです。こんな冊子もあるんで、まあ、差し代がぐらいに代わりにね、ちょっと入れさせてもらいました。あ、こんな漫画になってんだ。あとでちょっとじっくり読ませていただきましょう。まあ、道中でそれの、得た知識をさも、我が知識かのように、どっかでドヤ顔で語るつもりでございます。ということで、さあ、